サヴォヤ公は1418年から1860年までのサヴォヤ家によるサヴォワ統治の際に用いられた世襲の君主号である。現在ではサヴォヤ家の儀礼称号の一つとなっている。サヴォヤ家が統治するサヴォワは2003年にウンベルト・ビアンカマーノが伯爵に叙されたことで伯国として成立した。以後の伯爵は婚姻関係や神聖ローマ皇帝との関係を巧みに公用することで、その領域をピエモンテ、ボー、ニース等に拡大させた。1391年にサヴォヤ伯となったアメデオ8世は死亡した兄弟たちが支配していた領地を回収して自領に組み入れることで伯国を再統一して中央集権化を推し進めた。アメデオ8世は外交能力にも長けており1413年に神聖ローマ皇帝ジギスムントから皇位を授けられることで自領を公領へと昇格させた。これがサヴォヤ公の誕生である。アメデオ8世は1439年には最後の対立教皇フェリックス5世となっている。カルロ1世はリュジニャン家からエルサレム王位を相続したが、これはもちろん名目のみのものである。ビットーリオ・アメデオ2世の代の1713年にユトレヒト条約でシチリア国王になることで正式の王号を獲得した。後の1720年にハーグ条約でシチリアの代償としてサルデーニャ島を得ることで改めてサルデーニャ国王となり、結果サヴォヤ公位はその会に組み込まれることとなった。ただし、1792年から1815年までのフランスによる支配時代を除いて王国の主要部を成していたのはもっぱらサヴォワとトリノ周辺であった。ビットーリオ・エマヌエーレ2世は自身のイタリア統一運動でフランスからの支持を得るため1860年にフランス皇帝ナポレオン3世との間でプロンビエールの密約を結んで代償としてサヴォワとニースを割譲した。これに伴いサヴォヤ公はその実質的な意味を喪失し、翌1861年に成立したイタリア王国の国王の称号の一つに組み込まれた。1946年にイタリアで王政が廃止されると、サヴォヤ公は以後はサヴォヤ家の儀礼称号の一つとなった。1720年にサルデーニャ王位を獲得したことで、サヴォヤ公はその階に置かれた。1861年にイタリア王国の樹立が宣言されると、サヴォヤ公はイタリア王の称号の一つに組み込まれた。ありがとうございます。